みんな、稲妻イレブンを見るときは、部屋を明るくして、近づきすぎないようにしてみよう。来い、シャドウ。トルネード、いいパワーだ、シャドウ。まだまだだ。まだ完成とは言えない。もう一度撃つ。よし。稲妻町だ。戻ってきたな。ああ、久しぶりっす。なんか懐かしい感じがするでやんす。なになに、みんな感動しちゃって。ほら、あの鉄塔見えるだろ。あれが稲妻町のシンボルなんだ。へえ。イプシロンとの次の試合まで1週間だ。みんなバッチリ調整してレベルアップしていこうぜ。こんな怪我2、3日で治る。試合までには余裕で復活だぜ。すげえ。あいつライモンのジャージ着てるけど誰だ。杉森。おお、エンド。久しぶりだな。戻ってきたのか。ああ、みんなで今ライモン中に戻るところなんだ。そうか。あの二人は。キーパーの方は御影洗脳のキャプテン杉森武史。フットボールフロンティアの地区予選でライモンと対戦したんだ。しし、変な頭。隣の人相が悪い方は。こいつの名前は闇の影と、みんなシャドウって呼んでいる。シャドウ、よろしくな、シャドウ。まあ、なんでうちのジャージ着てるんだ。ライモンの転校生だそうだが。転校生？学校が壊された日にな。エイリア学園が来たあの日か。俺は強いやつが好きだ。だからライモンに来た。ところがお前たちはもう旅立った後だった。だからうちにスカウトしたんだ。
スカウトって対エイリア学園のバックアップチームだ。実はお前たちがエイリア学園と戦っていると聞いてじっとしていられなくなってな、強い奴を集めているところなんだ。そうだったのか。日本一になったお前たちでも何度も挑戦しなければ倒せなかった相手なんだろう。噂では次の敵はさらに強いと言うじゃないか。だからな、俺たちがこうしてバックに控えてるんだと思ってお前たちには安心して戦ってほしいんだ。シャドウ、お前も？ああ、だが俺の今のシュートでは宇宙人に勝てない。完成したその時にチームに加えてもらおう。エンド、みんな応援している。絶対負けるなよ。あ、ありがとう、ありがとう杉森。すげえ元気もらったぜ。おかえり、夏美。今、新しい校舎を建てているところなんだ。学校が元に戻るまでに、この戦いが終わるといいけど。諸君、よく戻ってきてくれた。夏美から報告を受けたが、新帝国学園には正直驚いたよ。苦しい戦いが続くが、君たちならば必ず成し遂げられる。頑張ってくれ。とはいえ、休みも大切だ。短い時間だが疲れた体を休めてくれたまえ。よっ、戻ってきたぜ。なんだこれ。稲光修練場よ。修練場。みんなはここで特訓してレベルアップしてきたのよ。レベルアップ。ここでならこの前のエプシロン戦で見せてくれたあの技もっとすごくなるかもね。シシシシホブレコ。ここにいた。あれ、家に帰ったんじゃなかったのか。遠藤くんこそ。さっき半田たちの見舞いに行ってきたんだ。みんなの怪我かなり良くなってた。すっげー元気でさ、早く復帰してエイリア学園と戦いたいって燃えてたよ。やっぱり仲間はいいよな。仲間の元気は俺の元気だから、あと1週間もっと強くなってみせる。みんなも同じ気持ちみたい。え？河川敷に集まってるよ。よし、一ノ瀬、パスを回せ。どこ？おい、来た。壁山、ウィスプ。ふぶき、やろうぜ。いいけど、足は大丈夫かい？お前、意外に心配性だな。おい、杉森、今すげえもん見せてやるぜ。連携技だ。吹雪とか言ったな。お前立派にあのゴーエンジの代わりを務めているじゃないか。ゴーエンジ？ゴーエンジの代わりじゃない。吹雪は吹雪、ゴーエンジはゴーエンジだ。会ってみてよ、そのゴーエンジってやつに。そのうち会えるさ。
何もできねえよ。その気になった俺がバカだった。うわ、やめだやめだやめやめ、やってられっかこんなの。もう、うん、小暮くん、どこ行くの？どこでもいいだろ。特訓は？あの技完成したの？あんなの偶然だ。偶然でできるわけない。ねえ、できるまで付き合うよ。一緒にやろうよ。一緒に。一緒にって。母ちゃんと同じこと言うな！一緒になんて言うやつなんか、信じられるもんか！ねえ、お母さんと何かあったの？俺がすごく小さかった頃、一緒に旅行に行こうって連れてかれたんだ。途中、駅で弁当買ってくるから荷物の番をしてろって言われてさ。でもあいつ、戻ってこなかった。待ってたんだよ。それからさ、もう誰も信じるもんかって。信じてもろくなことない。こなんてな。お前がやれって言うからさ、もうちょっと頑張ってやるよ。見てろよ、染めようか、もう一度だ。おいおい、なんだよ、もうバテたのか。バカ野郎、そんなわけねえだろ。エンド、もう完璧だぜ俺たち。ああ完璧だ、もう一丁行くぜ。染岡、お前なんだよ、
みんな大げさなんだよ。無理すんなって。無理なんかしてねえよ。なあ、大丈夫だろ。バカモン。古川さん、こんなに腫れてるじゃないか。新帝国戦の後ちゃんとケアしなかったな。本当に大丈夫ですから。強がったところで何の得もありゃせんぞ。イプシロン戦は1週間後なんです。それまでに染岡は1週間やそこらで治るもんかい。治す。こんな怪我1週間で治してみせる。治んなくても次のイプシロン戦前半だけでもやらせてくれよ。せっかく完璧になったワイマンブリザードはどうなるんだよ。なあ吹雪。ごめんね、気づけなかった。僕のせいだ。染岡君、あなたにはチームを外れてもらいます。監督、そんな。染岡は本人がやると言ってるんです。やらせてやってもいいじゃありませんか。今の俺たちに必要なのは自分の体がどうなろうが勝つという気迫です。風丸、遠藤、お前だってわかるだろう。染岡は最初からライモンサッカー部を支えてきた仲間なんだ。仲間だからこそよ。彼はきっとチームのために無理をする。そうなればみんなが彼を気遣って満足に戦うことができなくなるわ。でももういい風丸。悔しいけど監督の言う通りだ。仕方ねえよ。吹雪、ライモンのストライカー任せたぜ。なんだよみんな、そんな顔すんな。一時撤退ってやつだ。またすぐに戻ってくる。必ず戻ってこいよ。そうだ、皆さんに報告があるんです。報告？小暮くんできちゃったんです。できちゃったって何が？イプシロン戦で見せたディフェンス技か。そうなんです。すごいじゃないか小暮、見せてくれよ。見せてやってもいいよ。なんすかこの自信。また磨きをかけてきたもんだ。ボールさばきも正確だ。小暮やるぞ。こりゃ強力なディフェンダーになるっすよ。よし、これでラストだ。すごいすごい。なかなかの技ですね。スパイラルレックスとでも名付けますか。ダサい。ダサー。俺の技は旋風陣だ。旋風陣か。うん、いい名前だ。これからの戦略にも幅ができそうだ。いい技を編み出したな小暮。そいつでイプシロンのボールをカットしまくれ。俺このチームに来てよかったよ。うわよし、みんな小暮に続け。この勢いでもっともっと強くなろうぜ。俺さ、サッカーやっててよかった。染め方も出会えたし、こんなに仲間が増えた。サッカーってやっぱ面白いって思った。だから宇宙人にもサッカーは楽しいんだって教えてやろうぜ。そうすればみんな平和にサッカーできるじゃないか。うわ、賛成っすよキャプテン。お前も
楽しもうってよく言ってたよな。まあね。みんな練習再開だ。シャドウ、どうだ、これがライモン中キャプテン遠藤守だ。あの暑さ嫌いじゃない。これまで各地に出没したエイリア学院の移動パターンから大阪に何らかの拠点があると推測される。大阪ですか？その拠点とは？この座標だ。とっくに打ち込んでいるところすまないが、調べてみる価値はある。言ってくれるか？わかりました。今度は大阪か。敵のアジトがあるらしいぜ。すごいっすね。乗り込んでこっちから攻撃するっすね。気をつけてくれたまえ。飛行を待っているぞ。はい、行ってきます。遠藤君。はい。河川敷でのあなたの言葉、なぜか頭に残っているわ。サッカーは楽しいもの。え？あの人にもそれに気づいてほしい。また楽しいサッカーできる日を。おう、待ってろよ。頑張れよ、みんな。仲間の元気は俺の元気。以上、